クラリエボ、セルビア語、クラリエボ、発音、KR は、セルビアにある都市及び、基礎自治体で、イバル川下半にあり西モラバ川との合流地点から、西に7トルの場所に位置する。南側のストロビ山と北側のコトレニク山の間の、盆地に位置している。2011年現在の人口は、基礎自治体全域で124,554人、市外で6 3千3 0 30人で、 ラシカ軍の行政的な中心都市となっている。ユーゴスラビア時代の1991年当時、クラリエボは人口8万559人程度であったがコソボから逃れた難民が約1万8500人やってきたことにより、クラリエボの都市部での人口は今日10万人近くになっている。2010年11月3日にマグニチュード5.4の地震が発生した建物に、 大きな被害が発生し2名が犠牲となっている。クラリエボは以前は、ルドポリエ、カラノバツ、ランコビジェボの名で知られ後に、現在の名であるクラリエボとなった。クラリエボは、王の町の意味で19世紀に入ってからのことで、ミラン一世以来のことである。クラリエボで、最も注目されるのは、実は修道院に属する体幹を行う教会である。 クララボの紋章が示すようにここでは七人の王が体幹を行っている。教会はビザンティン建築様式で一部は修復されている。メインとなる塔は1210年以来のもので、セルビアの大主教沢により設立された。著名なストデニツァ修道院は、クラリエボの南西 39km の山の上に立ち、イバール川の支流であるストデニツァ川を見下ろしている。 この修道院は中世セルビア王国の建国者であったステファン・ネマニアにより1190年に設立されたものである。後年、ステュデニツァ修道院はオスマン帝国の攻撃にたびたびさらされることになった。アドローニー、バンジェバーツ、パプスコポルジー、ベア、ボーガトバッツ、ボジェネチ、ボーボ、ブレズニック、ブレイスナ、ブレイジバ、ブコビカ、ブズービッチ、セルイエ、シバコバッツ、 クーカジェバーツ、ケイクディコボ、ディレボシー、ドーラック、ドレアゲシンジェシー、ドレアキサスイ、ドラジーニス、ドララッパ、グラディック、ゴダシカ、ゴックキャニカ、グデカ、ジャークジョックコメニカ、カメンジャニ、コナーレーボ、コバシー、コバンルーク、レイデイシー、ラザック、リセボ、ローパトーニカ、ラスノ、マグリック、マタルゲ、マタラスカ、バンジャマドゥーレイエー、メルジャニカ、ミキコス、 ミレコーバツ、ミロブセサイ、マリース、ミラコッチ、マランカ、マーザック、ムシナレカ、オブラバ、オプラニスイ、オーリアグラバ、ペセナ、ピークキャニカ、ペトラパリエ、プラナ、パリアミール、ポップビチ、プレデラ、プロガーリカ、ラッチナ、ラワナカ、レカ、リブニカ、ロスバサイ、ルドニック、ルードノ、サメイラ、サバゴシブニカ、セルカ、ストアンカ、ストブル、スマリス、タデンチ、 食べ肉、ティップス、トーラスギカ、トルゴビスト、アス、バイトパーノバッツ、ビトコバッツ、バーガベリラ、VRH、ザックロッポカ、ザクタ、ザムキャンジ、ザセド、ジカ。ありがとうございます。